はいどうも、はい、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。朝ご飯の時間ですよ。今日はね、今日はこれです。パンに卵をつけて焼いたやつ、たくさん。パンに卵をたっぷりつけて焼いたやつ、魚肉ソーセージトマトです。あれ、しまった、マヨネーズ先生。今日水です。波動さの、波動さの風が強くて強くて。いただきます。久しぶりにこれ作ったわ。久しぶりに作った。ああどうでもおいしい。これフレンチトーストかと、フレンチフレンチトーストっていうほどのものではないと思ってます。そもそもフレンチトーストの定義が僕はわからないから。パンと食パンに卵がついてたらフレンチトーストだというのであれば、これもフレンチトーストです。立派なものです。ただこれは味は甘くないです。水も美味しい。水もよく染み込んでる。卵3個。朝からもう素晴らしいね。朝から卵3個分もね食べれば、もう今日は元気いっぱいですよ、一日。これトマト塩もかけてない、何もかけてない。このトマトは久しぶりだよ、こういう風にして食べるの。塩もかけない、マヨネーズ全然もかけないっちゅうのは。ただパンを焼いて、塗って食べようかなと思ったんだけど、久しぶりにね。卵と別にしないで食べたい、食べたかったもんだから。塗って食べて、目玉焼きとか卵焼き、それでもいいかなと思ったんですけど、まあまあ今日はこれで正解ですよ。水が好き。僕は水をよく飲むよ。水、お茶、そしてコーヒー。水、お茶、コーヒーをよく飲む。順番的には水、コーヒー、お茶かもしれない。
でコーヒーは甘いの1ブラック9ブラック 9.5 甘いの 0.5 ぐらいですかね、割合。摂取する、あ、飲むね。もうなくなっちゃった。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。